若い頃から美人で、現在もその美しさは変わらない滝川由美さん。あのミステリアスな雰囲気が素敵ですよね。今回はそんな滝川由美さんについてご紹介していきたいと思います。本名、大内薫。生年月日、1951年2月16日。血液型、O 型。身長160センチ。出身地、東京都杉並区荻窪。所属事務所、トライストーンエンタテイメント。滝川由美さんの家族構成は、ご両親、お兄様、滝川さんの4人家族。お父様は会社員、お母様は保険の外交員をされていたそうです。優しかったというお父様は、日曜大工が好きで、滝川さんにブックスタンドを作ったり、なんとお庭には鉄棒まで作ってくれたと言います。一方お母様は厳格な方だったそうで、しつけや教育にはとても熱心だったと言います。滝川さんの学歴の方ですが、海進第二小学校から山脇学園中学高等学校を経て、山脇学園短期大学へ進学しました。そして短大在学中にスカウトされたという滝川さん。実は映画監督の鈴木則文さんが清純学園のヒロインをオーディションで探していたところ、イメージに合う新人がいなかったことで困っていた時、プロデューサーから東京駅近くで美人な女子大生がアルバイトをしていると聞きつけ、会いに行ったその女子大生こそが滝川さんだったそうです。その後、東映の社長、岡田茂さんの面談を受け、滝川さんは合格。岡田社長曰く、佐久間よし子のデビューの頃によく似ている。大いに期待できる新人なり、と当初から大物になることを予感していたようです。そんな滝川さんは、1974年、清純学園で主演デビューしました。初めての映画でヌードも披露していますが、後の1980年代にこの作品について触れた滝川さんは、監督に騙されて、と告白しています。しかし、鈴木監督からは、騙されたとは何事だ、告訴すると反論されるなど騒動に。ところがその時期、東映は清純学園をリバイバル上映しており、その一連の騒動などの話題性から、映画は再びヒットしたのでした。デビュー翌年には、深作欣二監督の作品、仁義の墓場に出演。この作品は、渡哲也さん主演で、滝川さんはヒロイン役に。当時はまだ、演技もほとんどわからなかったという彼女は、演技のことで頭がいっぱいだったそうですが、深作監督は撮影の合間に全く関係のない話を囁いてくれ、そのおかげで緊張がほぐれ、OK が出たと言います。そんなこともあって、滝川さんはこの作品が一番の思い入れがあると語っていました。根が真面目な彼女は、20代の頃は不安でいっぱいだったと明かしていて、家に帰るとテレビの録画をチェックしては反省していたそうですよ。1976年から新助手サソリ701号でヒロイン松島奈美を演じました。元は梶芽衣子さん主演の助手サソリシリーズで大ヒットした映画です。この映画で滝川さんは強烈なイメージを残した梶さんほどではなかったものの、好評を得ています。同年には NHK 大河ドラマ、風と雲と虹とに出演すると、それ以降はテレビを中心に活躍。しかし、1978年、フジテレビのドラマ、飢餓海峡のヒロインとして出演する予定でしたが、撮影2日目にして降板したことがありました。その背景には当時、東映から三船プロダクションへ事務所の移籍が決まった頃で、
ドラマの契約時には東映が仕事を受けていたことからヌードも OK という契約を結んでいたそうですが、清純派で売りたかった三船プロダクションが降板を申し入れたのではと言われています。その後、柳生一族の陰謀でのヒロインや、1979年の俺たちは天使だでのクールだけどユーモラスな一面も持っている秘書役などを演じました。そして七瀬再びは多くの若い男性ファンを増やすきっかけとなったドラマとなり、また総大生の人気投票第1位にもなるほど人気女優へ。そして意外にも音楽活動もされていたことがありました。1980年にはカゴメ CM ソング酸っぱい経験、1983年には渡里哲也さんとのデュエット曲巡り合い忍び合いをリリースしヒット。また1980年代にはクイズ番組やトーク番組にも出演し、天然ボケの一面も見せるなど違った顔も見せています。さて、滝川さんがご結婚されたのは1984年8月。前述した三船プロダクションに移籍した時からマネージャーを務めていた八葉慎介さんで、元俳優の方です。特に有名な作品はテレビドラマウルトラセブンに曽我隊員役で出演。その後はマネージャーへ転身しました。お二人の間には1988年女の子が誕生していますが、そのお嬢さんこそ現在タレント活動をされている滝川花子さんです。しかし1997年お二人は離婚し、親権は滝川さんが持ちました。離婚原因は八葉さんの不倫ではないかと言われています。そして八葉さんはその後再婚しています。離婚後も滝川さんは八葉さんが社長を務めていたアクターズプロモーションに所属していました。しかし2004年、八葉さんは脳梗塞で入院。その後も高血圧で悩まされていたそうで、2007年5月、鹿児島県霧島市の犬飼いの滝で遺体となって発見。状況から警察は自ら命を絶ったと断定しました。一方、娘の滝川花子さん、幼少期から芸能界に憧れ、14歳の時に10社以上の芸能事務所へ履歴書を送るも意外にも全滅。芸能界入りに猛反対していたという母の滝川さんですが、結局芸能事務所を紹介しこの世界へ入りました。そして15歳で CM 出演をすると、翌年には写真集を発売し、お母様譲りの気品のあるルックスで注目を集めました。その後は女優として、またタレントとして活躍しています。そんな滝川花子さんですが、2011年1月に西野明子さんの息子で俳優の西野正樹さんと結婚しましたが、2012年10月にスピード離婚へ。最近はご自身のインスタグラムでお母様とのツーショットをたびたびアップするなど、親子関係が良好なことが見られます。ところで滝川由美さんですが、再婚はされているのでしょうか。調べてみたところ、再婚はされていないようでした。近年の滝川さんはドラマだけではなく、旅番組や親子でトーク番組に出演するなど多方面でご活躍中です。年齢的には祖母役などが合うのでしょうが、まだまだ若く美人なことから、様々な役を演じる姿が見たいですね。今後の滝川由美さんのご活躍も楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。